名称土等は、日本の競争場、シュボバ。主な勝ち倉に2001年の宝塚記念など。1999年1月6日、京都競馬場の新馬戦でデビューし2着、2戦目で、勝ち上がる。4月中京競馬場の500万、下条件戦回道賞で2勝目を挙げ、秋に入って、佐賀の特別、ドンカスターステークスと連勝し、オープンクラスに昇級。 オープン初戦の六甲ステークスは11頭立ての最下位に終わったが、年明けの日経新種運杯で8番人気ながら、マーベラスタイマーの2着に入り、続く中京記念でブリリアントロード以下を抑えて、重賞初制覇とした。日経賞3着、メトロポリタンステークス1着を経て、金社地賞で重賞2勝目を挙げ、宝塚記念でもテームオペラ王の2着とした。秋は、 初戦のオールカマーを制して、重賞3勝目としたが、天皇賞、ジャパンカップ、そして有馬記念の三戦すべてで、テームオペラ王の2着に甘んじた。2001年を迎えて、初戦の日経賞を制したが、天皇賞ではテームオペラ王に5度目の先着を、許して2着に終わったものの、続く宝塚記念では3コーナーから、早めに押し切って、テームオペラ王の追撃を振り切り、 6度目の対戦で、ついにテームオペラ王を下して、G1 競争初制覇を成し遂げた。秋は、天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念の参戦とも未勝利に終わり、有馬記念4着が最後のレースとなった。2002年を迎えて間もなく、テームオペラ王と2頭揃っての合同引退式が、挙行された。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com。 に基づく。引退後は、テームオペラ王と共にイーストスタッドで、種ボバとなり、10年間の教養で、決闘登録等数270等、出走等数はそのうちの241等を数えた。その後、加齢していき、しつけ等数が減少する中で、オーナーの松本義雄はあくまで一生涯面倒を見る予定であったが、認定 NP を法人引退は協会から、 協会の顔として松本に譲渡を要請し、松本がこれを受託したことから2017年から引退は協会のフォスターホースとして余生を過ごすこととなった。2018年に引退名馬つなぎ洋展示事業の女性対象場となり、11月29日にイーストスタッドからベルサイユファームへ移動。以降は広報部長的ポジションのナイスネーチャーや愛前後して、 ポスターホースとなった待機シャトルとともに引退場協会の啓蒙活動の役割を担っている。2021年6月16日、待機シャトルとともに北海道ニーカップ町のノーザンレイクへ移動となった。ありがとうございます。